はい、パラ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 ポン。はい、どうも哲也です。ですね、今日からですね、昨日発表がありました6人のね、新しい選手たちの図がショップの方でね、売られるようになりました。ね、それでちょっと早速夕方行ってきました。ね、こちらがまあ、奥川くんのやつと吉田くんのですね。あと、まあ、4人いるんですけども、ちょっとね、2回に分けて買おうかなと思ってます。いきなり6人ときついんでね、とりあえず上の2人から買いました。あと他にもね、グッズ、キーホルダーがあったり、ね、レプリカユニフォームがあったり、まあ、いろいろあるんですけども、スワローズのね、ショップ、外苑にあります、ところに行くと、こうやって売ってますのでね、ぜひよかったらね、買ってみてください。値段は1400円で、まあ、税込みで1400円でね、売ってますのでね、お近くの方はね、ぜひちょっと行ってみてください。それではちょっとね、開封の儀行きたいと思います。開封の儀。ででん。ね、まだね、開けてなかったんですよ。ね、楽しいですね。うん、まず、奥川くんからですね。こんな感じです。はい、じゃじゃーん。うわ、なんかすごい、いいですね。やっぱりね、スワローズのね、グリーンと、これ、紺がね、やっぱりこう、モチーフになってね。そう、綺麗なね、これ、神宮球場から多分これ、神宮球場ですよね。うん、すごくね、綺麗なタオルです。これ、1400円これだと安いですね。いいですよー。さ、それと、次はね、吉田くんのですね。開けてみましょう。はい、じゃじゃーん。うわ、いいっすね。こちらも、同じ神宮球場がね、バックですけどもね、また、この、4文字、字がね、また、力強い4文字ですね。ドーンとね、なんか、吉田大成、ね、選手と、なんかちょっと、まあ、似た感じなんですけど、吉田大輝さんね、28番、ね、ブキャナンのね、番号でしたけどもね、こちらの方にね、移動しましたね。まあ、ブキャナンがどうなるか、ちょっとね、今後は、まあ、心配になりますけどもね、とりあえずこのね、吉田選手にはちょっと28番つけてね、来季は頑張ってもらいたいと思います。はい、まあ、そんな感じで見てきましたけども、まだグッズの方ね、在庫がねまだあるようでしたので、お早めにね買い求めください、近くの方は。で、あとオンラインの方でね、受注になりますけどもね、そちらでもね、こちらのグッズね買えますのでね、よかったら早くご購入ください。ね、新しく入った6人がね、来季どのような活躍を見せるかというのは本当に期待したいところなんですけども、まあ戸田の方でまた、まあ自主練だったり、まあトレーニングね、練習が再開するときはやっぱりね、見に行けたらね、いいなと思っております。あとキャンプもね、本当にちょっとまだチケットも何も買ってないんですけども、まあ、ね、買えたらね、いいね、ちょっと行けたらいいなっていうか、まあなるべく行きたいんですけどね、まあ頑張って行けたらいいなと思っております。そんな感じで、とりあえずグッズを買ってきました。というね、お知らせと、まだグッズね、売ってる、今日初日なんでね、売ってますので、ね、奥川くんのグッズ結構ね、山積みになってましたんで、これからどんどんね、売れていくと思いますけどもね、まあ、お早めにね、お買い求めくださいということでございます。あと、他のね、4人の選手のね、もちろんグッズも置いてありましたので、ね、よろしくお願いします。ラインナップは、スワローズのね、ネットの、オフィシャルのネットのね、あれを見ていただくと、ラインナップが見えますのでね、よろしくお願いします。じゃ、そんな感じで、じゃあ今日はここまでございます。ね、来季は優勝だ。それでは、また。